友永和彦4月28日隊は日本のアニメーターである。高校卒業後、大阪で半年間のサラリーマン生活を送った後に、上京、1971年、作画プロダクションタイガープロ、1975年をプロダクション等を経て、1980年、テレコムアニメーションフィルムへ入社。テレコムの取締役を2014年6月に、 退任した後は、個人事業主として、テレコムと契約して、仕事を継続している。日本アニメーター、演出協会会員。1972年、テレビアニメ、デビルマン動画でデビュー。白土武氏が代表を務めるタイガープロ時代は、マジンガー Z、宇宙戦艦ヤマトなどに参加。王、プロダクション時代には、小松原和夫が、作画監督を務める。 海の UFO ロボグレンダイザー、マグネロボが、キーン、超人戦隊バラタック等、主に東映動画制作のロボットアニメの原画を担当する。1979年に王、プロダクションからテレコムへ出向し、1980年に、姿三四郎で、作画監督デビューした。その後は、テレコムの海外との合作作品を呼び、日本国内向け作品。 親会社である、トムスエンターテインメント作品等に参加している。特に注目度と評価が高いのは、1974年、テレビアニメ、宇宙戦艦ヤマトの戦艦、台和の改装シーンと、七色星団の決戦シーン、1979年テレコム制作の、劇場用アニメ、ルパン三世カリオストロの城の、カーチェイスのシーン、同、劇場用アニメ、 銀河鉄道39のクライマックスでのアルカディア号の戦闘シーンなどである。1984年、近藤義文と共同制作したリトルニモの3分半のパイロット版はアメリカのアニメ業界で評判を呼び、友永の代表作の一つとの声もある。同業者の大塚安夫によると動きのセンスとメカに強いことなどアクション技術を高く評価している。 宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39等に共に参加した、同じく同業者である、金田以降は、友永はライバルであり、友人である。と語っている。1982年頃に制作が開始され、作画監督として参加した、テレビアニメ、名探偵ホームズに登場するキャラクター、トッドは、友永の容姿をモデルに、宮崎駿がデザインした。二0十六年、 第25回日本映画非評価大賞、アニメ部門功労賞を受賞。AB ゴミ羊子。その75族、1975年のアニメ、ウェブアニメスタイル、アニメーション思い出語り、2021年11月4日閲覧。別冊宝島丸ルパン三世、パーフェクトブック TV 版パートにストーリー解析編、宝島社、2003年。 友永和秀インタビュー。アニメ未来2013作品。制作団体選定結果のお知らせ。日本アニメーター、演出協会。2021年11月4日閲覧。可能政治、政治可能。友永和秀からの伝言。ツイッターより2021年11月4日閲覧。主な会員一覧。日本アニメーター、演出協会。 2021年11月4日閲覧。ルパン三世、アニメスタッフエッセイともなが和ずでとルパン三世、ルパン三世、ルパンザ40、ザアニメーション、知らぬ日プロ編書、双葉社、2007年、P127。AB、小松原カズオアニメーション画集、小松原カズオ著、並木隆史編集、東急エージェンシー、2002年、P153。 大塚康夫、リトルニモの野望特間書店、2004年、P80。ただし、1977年の、ジェッターマルス第23話の作画監督を務めている、ハット AB 赤星聖小保家、チャプター、3ロボットアニメを作った男たち、ロボットアニメ伝道りスタッフ新主録、不滅のスーパーロボット大全マジンガー Z から、トランスフォーマー、 ガンダム W まで徹底大研究二見処方。1998年9月25日。ISBN4 から576981382。57 132ページ。氷川隆介、アニメ特殊技法の変遷。図説テレビアニメ全書。味噌のまこと編書。原書房、1999年。ピアニッシモ。201から203。AB 20。アイコムファイルズ編。 第5章テク、アニメーション表現の歴史、氷川隆介、SF アニメが面白い機動戦士ガンダムから、新世紀エヴァンゲリオンまで、アスペクト、1997年1月7日、ISBN4 から893666436、89 169ページ。ABC 氷川隆介取材、構成、証言、巨大ロボットアニメの時代かな代行インタビュー。 動画王ボリューム1決戦。巨大、ロボットアニメキネマ巡報社、1997年、ピアニッシモ、188、堀田淳二、ゲイナックス、ガイナックスインタビューズ講談社、2005年、P110。フュージョンプロダクト編、世界と日本のアニメーションベスト150、フュージョンプロダクト、2003年、ピアニッシモ、1172から173。 リトルニモの野望をピアニッシモ、百二129から130。小黒雄一郎、アニメ様の七天抜刀、第22回日本アニメ史空前の大プロジェクトウェブ、アニメスタイル2005年11月21日。大塚康尾、森遊ぶ机、大塚康尾インタビューアニメーション受容無人実業の、日本社、2006年、P38。座談会テーマ1。 名探偵ホームズテレコム、アニメーションフィルム公式サイト内、非評価対象アニメ部門で、長い号が最高賞に、厚労賞、渡辺中名を、串田明が祝福。映画ナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリー .mil スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1884632016年5月25日閲覧。パタパタ飛行船の冒険。 トムスエンタテイメント。http コロンスラッシュスラッシュ www.tms-e.co.jp スラッシュサーチスラッシュイントロダクション php p d t ナンバーワン19 2016年5月5日閲覧タイドラインブルーテレコムアニメーションフィルム2016年6月3日閲覧20面相の娘テレコムアニメーションフィルム 2016年5月15日閲覧。ルパン三世のテレビ新シリーズが今週より、放送30年ぶり。オラカンスタイル、h t t p ススララッッシシュュ w w w o r i c o n c o j p スススラッシュュニー n e 一八2 0 5 1 8 2 8フルスラッシュ /2015 年8月4日閲覧作品ラインナップ。金曜ロードシネマクラブ。 https://kinro.jointv.jp://line-up/1601082015 年12月14日閲覧ありがとうございます。